今東京工芸大学の皆さんにアカペラで歌っていただきましたけども本当にありがとうございました。この催しはですね、キャンドルナイト、バレンタインデーの、まあ、ちょっと前なんですけども、こういう企画をですね、厚木の五大学の学生さんが皆さん集まっていただきまして、こういうふうなイベントをしていただいて毎年街を盛り上げていただいております。その中で今年はですね、アイコールちゃんをかたどった、キャンドルナイトということで、皆さんに、このようにお集まりいただきまして本当にありがとうございました。これを催すにあたりましてですね、今朝から雪をかいて、あの厚木のにぎわいとこの職員の方の皆さん寒い中やっていただきまして、今日はいいかなと思って出てきましたら、非常に今度風が強くて寒くてですね、なかなかろうそく火がつかないというところですけども、もう少し頑張っていただければつくと思います。このようにしてですね、あの本厚木の駅前をですね、皆さんで、活力あるあの街にしていきたいと思いますので、今後ともにぎわい化を中心にですね、あの大学生の皆さんも、一生懸命やっていきますので、また応援の方よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、小林恒吉厚木市長からご挨拶をお願いします。はい、はい、皆さん、こんばんは。はい、寒いですけどね、頑張りましょうね。ご紹介いただきました市長の小林でございます。今お話をされたのは向村会長さん、この厚木の地区駅周辺をにぎわいを作るためにどんな方法があるかいろいろ考えていただいて、今責任者の会長さんであります。市街地にぎわい懇話会の会長さんの向村会長さんのお話でした。今日は市内にあります、五大学、神奈川工科大、東京工芸大、それから松蔭大学、そして湘北短期大学、それから東京農業大学、5つの大学の学生さんの有志の方々がこのにぎわいを作りましょうということで、にぎわいアドベンチャー隊という、組織を作っていただいております。その方々がいろいろ工夫をして、ちょっと楽しくて、ちょっとあのでろうそくの関係で幻想的になりつつありますが、あのそういうことで、大勢の皆さんに、ね、おいでいただいたことありがとうございます。それとこの、ね、今の形はあのアイコロちゃんの顔をイメージして用意していただいておりますが、本物も来ておりますので、本物のアイコロちゃん、はい、こんばんは、こんばんはしてください。はい、こんばんはできましたね、よかったですね。はい、皆さん、昨年はアイクロちゃんへのグランプリ、ゆるキャラグランプリの投票をたくさんいただいたことだというふうに思います。ありがとうございました。402,422票、確かそうだったと思いますが、全国堂々6番目に、ね、入りまして、大勢の方々に可愛がっていただきました。そうなんです、あのお正月のですね、アイクロちゃんへの年賀状が来ました。なんと170通を超えるあの年賀状がアイクロちゃんにおめでとうと来ましたんで、皆さんも時間を見て多分写真撮っていいんでしょね、撮っていただきたいと思います。この周りにあの立ってられる方、それから今作業されている方、そしてそのテントのところでいろいろなあの販売もされている方、この方々があの市内の大学生の今日のイベントの主催者でありますので、皆さん、頑張っている姿を拍手をしていただいて、しばらくの間楽しんでいただければと思います。いつも厚木市を可愛がっていただきまして、お礼を申し上げて挨拶に帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。そして当イベントの企画から運営までを実施しておりますのが、今作業をしている学生や
ホットドリンクをサービスしている学生による厚木にぎわいアドベンチャー隊です。ドリンク配っているのでよかったら飲んでいってください。最後に厚木市のマスコットキャラクターのあゆころちゃんが応援に駆けつけてくれました。ありがとうございました。あゆころちゃんと写真撮影をしたい方はセレモニー終了後にたっぷりと時間を取っております。また会場ではホットココアや紅茶の無料サービスや手作りチョコをプレゼントしております。この後東京工芸大学の学生によるアカペラライブもあります。皆様どうぞお時間の許す限りごゆっくりとお楽しみください。それではこれでオープニングセレモニーを終了いたします。ありがとうございました。